どうもつぶつぶです。台風無事通過してまた夏がやってきました。秋までもう少し皆さん一緒に頑張りましょう。そして関東地方にお住まいの方、また新たに台風が発生していますので、今一度天気予報のチェックをよろしくお願いします。早めの対策で防げることがありますので、今一度ぜひ。今回は久しぶりの品種紹介、夏に品種紹介をするのはちょっとためらいがあるのですが、できれば可愛い絶好調なシーズンに紹介したいのですが、今回の多肉に関して言うと今も絶好調、もしくは今の方が絶好調、なんと夏場に赤く染まるつぶつぶ多肉。それでは早速紹介します。今回ご紹介するつぶつぶ多肉はこちら、だるま姫秋麗の交配種。こちらのふっくらつぶつぶもりもり増えるだるま姫秋麗に、夏でも赤く染まる代表品種、あちらのエケベリアですね。いきます、登場してもらいましょう。察しの言い方、想像がついていると思いますが、こちらロメオ、アガボイデスロメオのエレクトラという品種を交配しております。残念ながら今は亡きという言葉になるんですが、こちらのロメオの選抜品種ロメオエレクトラを交配したつぶつぶ多肉たちです。ロメオとロメオエレクトラでどう違うのかと言いますと、赤の具合が違います。爪が鋭くスッと出ているというよりは、全体的にロメオルビンのような染まりを見せてくれるロメオエレクトラを交配しました。このように夏でも赤く染まる素敵なエケベリアに違いはありません。これでマックスではございません。もっともっと赤く染まりますね。すごい。こちらとこちらのようなエケベリアを交配するとどうなるか想像してみてください。どうなるでしょうね。いきます。それでは登場してもらいましょう。交配するとこんな感じ。大きいだるま姫秋麗がこんなに赤く上品に染まりました。これでマックスではございません。冬の間はこのように赤くなることはなく、大人っぽいアンティークなピンクなのですが、夏を迎える頃に徐々に染まり始めてこんなに赤く染まります。こちら肥料をあげてすくすく育っているのでこのぐらいの染まりなのですが、肥料が切れた株や成熟した株はもっともっと染まります。ちょっと小さな株にはなるんですが、色だけお楽しみください。ということでお持ちしました、真っ赤に染まっているこちら、どうでしょう。こんなに染まるんです。かわいい、美しい、面白い。ロメオエレクトラにだるま姫秋麗の遺伝が入ることによってとても増やすいです。ただ増やすのには少しだけコツがいるので、その辺は後ほどお伝えします。それではこちら、だるま姫秋麗×エレクトラの1年間の育て方。まずは春から。春は他の多肉同様絶好調、土がしっかり乾いたらお水をたっぷりあげるの繰り返しで大丈夫。置き場所も直射日光がなるべく当たる場所に置いてあげましょう。徐々に徐々に気温が上がるにつれて徐々に徐々に色づき始めます。春のうちはなかなか色づかないんですが、冬のくすんだピンクもめちゃくちゃ可愛いので、そのふくよかなくすんだピンクをお楽しみください。続いて梅雨のお手入れ。梅雨は他の多肉よりもお水ちょっと控えめで大丈夫です。なので置き場所はなるべく雨の当たらない場所に置いてあげましょう。土がしっかり乾いたらお水ちょろっとあげる程度でも大丈夫。風通しがよく土がすぐ乾きますよという環境の方はお水たっぷりあげても大丈夫です。日当たりも夏までは直射日光にガンガン当ててあげましょう。もしも直射日光でちょっと葉っぱがこけたよという方はその時遮光してあげても十分間に合いますので、それでも大丈夫です。夏のお手入れ。夏はなんとお水結構控えめで大丈夫です。葉っぱがふくよかで丸みを帯びてお水たっぷり蓄えられるので、そのお水が蓄えすぎないように気をつけて、お水をどん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 あげると葉っぱが溶けてしまったりポロポロ落ちることがあります。なのでお水はシュワッとなってからあげるで大丈夫です。そしてシュワッとなってからあげるのですが、徐々に徐々に暑さを増すに従い真っ赤に染まります。春や秋の成長期に根をしっかり育ってあげて成熟させて株を立派に育っておくことで、夏結構手荒に育っても真っ赤に真っ赤に染まってめちゃくちゃふくよかでなんか宝石みたいで景気がいいです。
夏も楽しめるつぶつぶ多肉。続いて秋のお手入れ。秋は他の多肉同様めちゃくちゃわっしょい。増やすのもこの時期で、育て方は春と同様です。土がしっかり乾いたらお水をたっぷりあげれば大丈夫。置き場所もなるべく日当たりのいい場所に置いてあげましょう。赤かったつぶつぶ多肉たちは徐々に徐々にくすんだピンクへと色が変わっていく様もまた日々を楽しませてくれます。最後に冬の手入れ。冬もとても元気でふくよかでふっくらと可愛いアンティークピンクです。育て方もなかなか傷むということはなく、マイナス3度以下にならない環境であれば間違いないと思います。土はしっかり乾いてシュワッとなったらちょろっとあげるで大丈夫。気温が0度以下にならない環境の方は土が乾いたら結構お水あげて大丈夫です。0度以下の環境になるよ、ずっと0度以下ですよという方はお水なるべく控えましょう。それでももしシュワシュワになってちょっとお水あげるタイミングないなという時はお部屋の中であげても大丈夫です。お部屋の中で一回お水をあげて土が乾く頃に外に出してあげましょう。続いて増やし方。可愛いだるま姫シューレ×エレクトラ、増やしてみたいと思います。ですがちょっと増やすのにコツがいります。冬の寒い時期はなかなか根が出ません。そして気温が上がってから増やしたいのですが、気温が上がると同時に紅葉が始まります。紅葉期もなかなか根が出るのが遅いです。なので気温がちょっと高いのに紅葉してない葉っぱを探す、そんな感じですね。で、それなかなかないです。このぐらいでも結構赤いので、実はこういった多肉たちに肥料をあげるとややグリングリンします。そしてさらに遮光下に置いてあげることによって、そのグリングリンよりグリングリンします。どういった状況か、こんな感じ。随分違うのがお分かりでしょうか。こちらと全く同じ苗を日陰に置いたものです。遮光でいうと 50% 以上のところに置いたものがこちら。このようにグリングリンになると葉っぱを取って土に刺すだけでめちゃくちゃ増えます。そして増やす時期なのですが、お彼岸頃がおすすめです。9月の20日ぐらい、気温が20度以上30度以下ぐらいの時が一番増やしやすいです。それ以上下がってくると根が出るスピードがかなりゆっくりめになるので、できればその時期に増やしてあげましょう。夏にカットして増やしてももりもり増えるのですが、カットした親株の方が枯れることがよくあります。なので夏はなるべく控えめに、ちょっと待ってあげれば大丈夫ですね。つぶつぶ屋で言うとちょっと親株が傷んでしまう恐れがあるのですが、どんどん増やしてます。なぜならば万が一親株が一つ傷んでも、この葉っぱの数だけ増えるので、どん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 刺して頑張って増やしています。一般のご家庭で言うと、この親株がちょっと傷んでしまうのがもったいないので、20日ぐらい待ってあげてもいいんではないでしょうか。なので気温が落ち着いたらもりもり増やしてあげましょう。それでは早速増やしてみたいと思います。増やし方はとても簡単です。緑の葉っぱを取ってあげて、取ってあげて、そしてカットする。こちらは日陰に置いて、土が乾いたらお水をたっぷりあげるで大丈夫です。夏はなかなか結構厳しいんですが、お水あげすぎると時々あげないと干からびてしまいます。そういった理由から夏はちょっと増やすのをおすすめしておりません。ですが万が一こちらが傷んでも、こちらはめちゃくちゃ増えます。こちらを培養土に水はけがいい土を2、3割程度足したものを用意して刺すだけです。どうでしょう、これで簡単に芽が出てきて増えます。ポイントは元気な苗がグリングリン、そういった葉っぱを刺すと芽も根も出やすく、とても増えやすいです。もしも葉っぱが黄色かったり、ちょっと元気のない株で増やした場合は、残念ながら葉っぱが溶けたり芽も根も出ないこともありますが、一旦増やしたいときは活力剤や液肥をあげてグリングリン元気にしてあげた後に葉っぱを取ってあげれば結構成功しますので、ご安心を。気温が高くなってから葉出し挑戦してなかなかうまくいかなかったよという方、ぜひ秋に今一度楽しんでみてください。びっくりするほど順調に育ちます。葉っぱを取った先端部分も土を用意してイン、こちらで大丈夫です。ということで今回はだるま姫シューレ×エレクトラお届けしました。いや
夏も赤く染まってくれる可愛らしいつぶつぶ多肉。はいはい、どうぞ。だるま姫シューレ×エレクトラが踊り狂っている、なぜ？あー、素晴らしい質問ですね。ありがとうございます。それはなぜかと言いますと、こちらですね、見てわかる通りめちゃくちゃふくよかで宝石のようで景気がいいんですね。ふくよかで景気が良くて踊り狂っている、まあ狂うっていうのもあれですけど、踊っている、すなわちバブルです。なので名前もバブリーと呼ばせてください。ちょっとですね、そう見えてきますよね。やっぱりあの頃を思い出します。ありがとうございます。あだ名はバブリーでよろしくお願いします。賛否あるかもしれませんがお許しください。愛情を込めてバブリーと呼びます。ゆっくり増えていく品種なので徐々に徐々に販売します。まあ秋からは販売できると思いますのでよろしくお願いします。